アイギナ島、またはエギナ島は、エーゲ海、サロニコス湾の中央に位置するギリシャ領の島。古代ギリシアにおいては、アテナイに対抗する都市国家の一つであった。今日では、リゾートの島として知られる。現代ギリシャ語では、エーナ島とも転写シュール。このほかラテン語系に由来するアイギナ投票機も用いられる。ギリシア神話によれば、この島の名は、 アイギーナニチナムとされる。オイデュースによると、クレタでは、オイノピアと呼ばれていた。エギナ島は、サロニコス湾に散在するサロニカ諸島最大の島で、湾のほぼ中央に位置する。島の主流、エギナは、アテネから南西へ、約3 7トルコリントスから南東へ約4 8トルガラタスから北へ、約2 8トルの距離にある。 東西1 5トル、南北1 0トルの概ね三角形状の島である。面積は87平方キロメートル。人口は13,552人で、最大の集落は、島の北西部に位置する、島と同盟のエギナ。最高峰は、オロス山は活火山ではない火山である。島の2、3は火山地形によって占められており、北西側に平地が広がっている。 肥沃の平地では、ブドウやオリーブ、ピスタチオが生産されている。また、アテネ首都圏のピレウスからフェリーで約40分の距離に、ある、この島のビーチは、観光客に人気であり、釣り客でも賑わう。紀元前2000年頃からは、ミノア文明の影響を受けたことが判明している。紀元前6世紀から、紀元前5世紀にかけて、海上交易の中心地として栄え、 アテナイと競い合った。しかし、紀元前5世紀前半にはアテナイに敗れている。エギナ市はアッティカ地方諸島県に属する基礎自治体。エギナ島と付属の小島所からなる。かつてはピレウス県に属していたが、カリクラティス改革に際して分割された諸島県に属している。カリクラティス改革では大規模な自治体等配合が行われたが、エギナ市は 他の自治体との合併は行っていない。エギナ氏は、以下の木のタから構成される。表中の、デルタ。デルタ。は、デルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの略であり、カポニストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。ありがとうございます。